こんにちは。今日のランチは浅草に来ました。ここは国際通りとね、雷門通りが交差している丁字路になっているところですね。もうすぐです。もうまっすぐ行くとね、雷門になりますけどね、そのずっと手前ですね。でここにね、パーソナルジムの体重っていうのがあるんですけども、そういうジムがね、そこに併設している喫茶室にね、こんなね、変わってね、鬼塩ラーメンっていうのがね、できたみたいな。初めて、前はね、うどん、あさりうどんでしたかね、鬼ラーメンっていうんですかね、なんか美味しそうなんで、ちょっと入ってみます。ここでね、看板がありますね。これ、ジムの、パーソナルジム体重ですね。で、パーソナルジムは3階なんですけども、喫茶室は2階なんですよ。そこにラーメン屋さんが今度は入ったってことですね。はい、入店です。綺麗ですね。これメニューです。鬼そば藤谷っていうんですかね、藤屋ですかね。僕はね、上から2番目の塩チャーシューをいただきました。これです。はい、チャーシューがいっぱいありますね。鬼そばって書いてありますね。チャーシューがいっぱいある。なんかね、聞いたんですけど、チャーシューが3種類は入ってるみたいです。で、一番目立ってる、今つまみ出してるとね、このこれね、これ普通のね、チャーシューですよね。ロースかなんかのあれですかね。ちょっと脂身が入ってるね、一般的なチャーシューだと思うんですけど、これ4枚ぐらい入ってるかな。1、2、3、4枚ですよね。これ見える感じでね。で、この見える上の方にある小さいやつね、これローストビーフなんですよ。牛なんですよ。珍しいですよね。で、もう一種類なんか隠れてるみたいです。中にどこにあるんだろうな。ああ、あったあったあった。これ。これがなんかブランド豚みたいなこと言ってましたね。なんか美味しそうですね、チャーシュー。麺はね、ストレートでね、もちもちした感じですね。はい、いただきます。リフトアップしてちょっと冷まして、一気にうまい。全部入れなきれなかったね。1回目失敗ですね。うまいですよ、これ。うまい、おいしい、おいしい。これはいけるんじゃないですか。塩ってあんまり食べないんだけど、僕はね、意外と最近ね、塩が流行ってますよね。出汁が分かるんですよね、塩の場合だと。醤油はね、醤油で隠れちゃうって感じかな。美味しいです。そんなにしつこくなくてね、これはこれでいいんじゃないかなと思いますね。なんかもう一つ、この上のやつね、200円増してね、これ1600円ですね。あ、1600円するね。1800円かな、ちょっと全部入りみたいなのがあるみたいなんですけど、後で聞いてみたらね、煮卵が入ってるって言ってましたね。あ、他にもなんか入ってるのかな、まあ、そっちも食べたかったなと思ったんですけど、まあ今回はね、チャーシュー麺で、これはまあいいんじゃないですか。美味しいですよ。元はね、ここね、先ほど言った通り、これ今2階なんですけども、3階、ここから中から上に上がるんですよ、階段ね、外じゃなくてね。で、そこにパーソナルジムがあって、そこでこうね、ジムトレーナーが2人いたかな、ついてね、で、指導してくれるっていうところですね。僕はジムの方は、経験してないんですけど、こう、前、出来たての頃ね、ちょうど呼び込みやってたんで、表の通りで、トレーナーさんが2人ね、それなんで、ちょっとね、よくここに何回か来たんですよ。その時はうどん、あさりうどんでしたけどね、あとコーヒーなんかも出してくれてね、結構そこで、まだ立ち上げたばっかしなんでね、お客さんも少なかったと思うんですけど、今はね、結構流行ってきてるみたいですね。今もそのトレーナーの方はね、3階でお客さん来ててね、指導してるみたいですけども、忙しいみたいですね。実はね、昨日ね、夜ね、こう飛び込みでちょっと入ったんですよ、3階までね。で、挨拶だけしたんですけども、で、来てねって言われたから、まあ今日ちょっとね、1日昼間来ました。今日は
どんなもんかなと。もう結構多いし、これあれですよね、ちょっとあのブランド豚ですか、先ほどのね、珍しい、あのこの豚はねあれなんですけど、まあ、あのいろいろ種類あったりかもしれないですけど、ローストビーフが入ってるっていうラーメンっていうのは初めてかな。これはあの、シナチクですね、チャーシューですね、チャーシューじゃなくてあのシナチクですね。うまい、これはいいね。なんか大盛りにしたかったよね。まあ最初の初っ端なんでね、ちょっとね、まあまあ外れじゃないですね、結構いいんじゃないですか。もう階段でね2階上がらなくちゃいけないからね、ちょっと入りづらいっていうのはありますけど、まあ3階のジムに通ってる方とかそういうのを、そういう方はあのいいんじゃないですかね、喫茶室でね。なんかこういうそのパーソナルジムで飲食もこうペアにしてっていうあのスタイルっていうのは結構他でもあるみたいですね。ここの何店舗か隣にあるんじゃないですか、いろいろね。あのこうしか知らないんですけど、ここは、まあ、いつも浅草歩いてるんでね、ちょっと顔見知りになってるんで、まあ、ちょっとこう変わった時にとかね、時間が空いた時に来て、まあ、コーヒーだけでもいいんですけどね。最近あんまりラーメンってね、このまあ、普通行くでは食べないんですよ、まあ美味しいんですけども、まあ、ちょっとね、タイト糖尿なんでね、あんまり食べてると悪化しちゃうっていうのがね。ラーメンってすごいこのスープにね、すごいいろいろね、あのカロリーが結構高いものが入ってるって話聞いてますので、いろんなもの入ってますよね。まあ日本のラーメンっていうのはね、スープに凝ってるっていうのありますんでね。美味しい。もうね、もうどんどんなくなっちゃいますよ。どんどん入るね、これね。まああのラーメン土日はね、この間もそのね、土曜日ですね、佐野に行ってね、佐野ラーメン食べましたよね。その動画上げてますけどね、タシチさんのね、青ネギラーメンとか、あれもうまかったね。今度ね、まあ、ここで言うのはなんですけどね、ちょっと今度の休みに、あの虎食堂ね、松戸、千葉県の松戸にできてるあの分店ですよね、虎食堂、福島の白川ラーメンのね、あそこ行ってみようと思ってるんですよ、またちょっと食べたくなってね。誰もな、あの麺が手打ちですからね、あの白川ラーメン、あの佐野もそうですよね。ここは多分手打ちじゃないと思うんですよね、このストレート麺はね。まあ、あの美味しいですよ、製麺屋さんの麺だと思うんですけど。もうそこが見えてきましたよ。美味しい。まあ、ラーメンはね、結構いろいろありますからね。浅草でもね、あの老舗のラーメン屋さんもありますけどね、伝法院通りのとこね、あのよく紹介してると思うんですが、させてもらってると思うんですが、鎧屋さんっていうね、ザルラーメンっていうね、あそこ美味しいんですよ。あそこ手打ちですよね、あれもね。いろんなとこあります。あとあの馬賊っていうね、あの本当にあの伸ばしてこう麺を切るんじゃなくて伸ばして作るやつね、中国風のラーメンですよね。あれも美味しいですよね、コシがあってね。いろんなとこ それぞれの個性があってね、みんなうまいです。おい、最後に飲んじゃいます。いきますよ。はい。ごっくんごっくん。まだ残ってますね。まだ残ってますよ。この丼飲みやすいね。あのラーメンのスープってこうやって飲むとね、味が変わるんですよ。あのレンゲで飲むと違って。よくね、ラーメンはこうやってあの丼抱えて飲みなさいって。どうもごちそうさんでした。美味しかったです。いやー、美味しかったですね。塩っていうのはね、さっぱりしていいですね。
ね、いつもは醤油がね多いんですけども、まあ、最近ちょこちょことねいろんなところで塩を出してくるんで食べるようにはなってはいますけど、まあ、実際味とは別にね糖尿にあんまり良くないかもしれないんだよね。塩分が強いって言われてますよね、塩の場合ね。はい、完食です。それではこの辺で、ご視聴ありがとうございました。またねー。